はい、どうもこんにちは、山下いかわです。しげんくんです。くにです。今日はついに来ました、加賀本店さんでございます。で今日は、ね、ちゃんと予約してきてるんですけど、今日はね夜限定のなんかメニューがあるみたいで、まあ、どんな感じかね、おもまい店見てる方いっぱいいると思うので内容わかると思うんですけども、改めてねここで一回撮っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、どうぞ。もう完全予約ですね、今日はね。今は大体毎日大体予約ですね。フリーの方がほとんど入らないんだけど、全くいないですか、フリーは。まあ、たまに入れるけど、開けばね、だそのタイミングなんでね、どうしても。ほとんど常連さんで回ってる感じですか、今。いや、県外客は今のところ 80% 以上。そんなに県内の人いないんですよ、そこまで。あんまりいないですね。生まれもない、山梨。生まれもないです、私も山梨。はい、彼は違うんですけど、プロレスラーで。そうですね、めちゃくちゃ食うんで、彼お互い朝だから何も食べてない。そう、いっぱい食べようと思って。タケノコもらったんですか。今ね、いただいた。すごい、これ料理に使うんですか、今日は。そうそう、今日はちょっとまあ、アフロ気にしなきゃいけないからね。すごい、愛されてますね、お客さんから。ありがとうございます。なんか個室もあるということで、大人数、8人かな。結構あるね、部屋。これでもう入らないぐらい毎日満帆ってすごいよ、ね。さあ、その人気の秘密をね、味なのか、量なのか、値段なのか、サービスなのか、僕初めて来るんで。うなぎとかと同じで、特上とかにすると量は変わってくる。いつもエビの質も違うね。あ、そう。うん。これはね、一応ね、一番今のところ一番上の天丼ですね。前はね、もっとすごいのやったんですけど、とてもやってられないんです、忙しくて。なんでまた大盛りを。自分が昔ね、結構大盛りなんですよ。あ、そうなんです。社長大盛りってことですか。結構食べるんですよ。はいはい。よそのお店行っても量があんまり少ないと、どうもあんまりこう、しっとり来ないとかね。なるほどね、食べてきしないと。多分結構ね、満足してくれるから嬉しいじゃないですか。そうですね、確かに。だから天丼出しても、はい、残されちゃうとがっかりしちゃうんですよ。なるほどね。ね、はい、せっかくしてます。大食い女王来ました、ここに。ありのまんまと。早かったね、食べるのがね。そうですか。やっぱりさすがだね。僕、彼女と大食い対決したことありまして。そんな食べる？うん、半分の量にしてもらって対決したんですけど、もう全然勝てなかったです。当たり前ですけど。半分も。あの顔の人たちの食べちゃうすごいよね。あ、そっち。やばやば。明らかに胃袋の大きさよりも大きいよね。いや、すごいなこれ。天丼にかけられる。やば。やば、これ海、もう海です。海が来ました。山梨県に海はないですけど、山梨です。受けるか受けないかどっちでもいいです。山梨加賀本店。特上天丼、夜限定。重たくてね、左手がどんどん落ちてる。それ取った後って米見えてる。米が見えてない。すごいわ。いきます。ああ、うまい。とろける。温度が激温。中はふわふわ。これエビ一本で満足した。めちゃくちゃ美味しい。これいきたいと思います。このなんかものすごいもうピンクのやつ、いただきます。おいしい。これずっと思ってたの、単なる大盛りの店だったらこんなに繁盛しないと思ったけど、マジで品質高い。海の近くで食べてみたいです。本当に新鮮、めちゃくちゃおいしい。タコ見てこれ、もう足プリプリ、新鮮すぎます。これ1個取ってもご飯が見えないの、こっちも全然。具の下に具があるの、具の下に具があって具があるの。いくよかも。ずっと来たらここに来れたんですよ、嬉しいです。大きさ、金額、味、どれもすごいいいコストパフォーマンス。特に味がいいです。それは加賀本店さんが何年経っても地元市にこれだけ愛されてるけど、一番と言われても加賀本店の美味しい。結構減ってる。富士山みたいにあったの。まだここから強敵やから。
これアジフライよ。これが特上海鮮丼ですか。そう、まだこの上があるんだけど。この上があるの、うん、たくさん釣れなければ魚が出せれないから。僕が食べるやつは普通のやつ。あれは1650円。普通盛りってことあるの、うん、普通盛りの量じゃなかったですよ。よく頑張った。月みたいに残ってる、さつまいもが。すげえ食った、こいつ食い切りやがった。ごちそうさま。山下さん、ごちそうさまでした。どうもでした。じゃあまたよろしくお願いします。またお疲れです。はい、どうもどうも。はい、またお願いします。またすいません、お願いします。はい、ありがとうございます。頼みます。ありがとうございました。ここにね、タヌキの置物みたい、あのよく店先で飾ったりのやつ。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。決して今日ね、僕たち食べたのって大盛りじゃないんですよ。普通盛りの普通の大盛りを使いました。はい、ただここは何も大食いのレストランではないんですね。家族と一緒に来てシェアしてたみたいな感じだったんで、隣のもう一席の人もね、なんかでっかいのを頼んだけど、家族でシェアして、ちっちゃい子もいたんで、ワイワイ楽しくね、今回の山梨に行こう、いかがだったでしょうか。はい、注目されている飲み店さん、やっと来れました。皆さんもぜひおすすめなんで来てください。というわけで、次回山梨に行こうでまたお会いしましょう。バイバイ。いいじゃん、やるじゃん、ちゃ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 ん、また見に